リワチャンネルにようこそ。今日は上野にやってきております。そしてこちらが上野の西郷隆盛像前ですね。鹿児島に行った時に言ってた西郷隆盛像です。西郷さんと西郷さんの飼い犬のツン。こちらにも経典愛人というふうに書かれてますね。西郷さんが好きだった言葉。将棋隊の墓もありました。大政奉還があって、でその後に旧幕府軍側の藩士が集まって、将棋隊って名乗ってたんですけれども、それで上野の山で、新政府軍と旧幕府軍のその将棋隊で対峙して上野戦争があって、で結果的に新政府軍が勝利したんですよね。今歩いているのが上野恩賜公園ですね。この公園の中になんと東京で唯一の世界遺産があるんですよね。その世界遺産を見に行こうと思います。世界遺産到着しましたよ。とこちらが、国立西洋美術館ですね。ル・コルビジュエの建築作品群の構成資産の一つとしての世界遺産に登録されてますね。このね、ル・コルビジュエっていうのはフランス人で建築家なんですよね。近代建築の巨匠として知られてる方ですね。でこの建物の何がすごいんだって思ってしまうんですけれども、ル・コルビジュエの時代っていうのはこういった建築が珍しくて、例えばこの建築物のこの建物の直線的なところとか、あと1階部分のピロティですね、円柱でこう2階部分を支えてるっていう、こういう建築スタイルっていうのは高くて、で彼がスタートされたからなんですね。ル・コルビジュエが設計した国内で唯一の建物です。残念ながらね、今日はね、閉館日で閉まってました。でもね、閉館日でも、この外にもね、ちょっと作品があるんですよね。こちらが、オーギュスト・ロダンと考える人、有名ですよね。で、あちらにも同じくロダンの、あれは彼の市民。でね、のカバーされてますね。あちらにはロダンの地獄の門という作品もありますよ。今日は見れなくて残念。この美術館の外にある有名な彫刻はなんと無料で見れてしまうという、すごいですね。ちなみにこちらの西洋美術館にはね、松方幸次郎さんが20世紀の初めに、ヨーロッパで集めたアートコレクションが展示されてますよ。このね、松方幸次郎さんっていうのは川崎造船所の元、社長ですね。今でいう川崎重工の社長さんということです。あとその松方幸次郎さんの父親なんですけども、元首相の方ですね、松方正義さん。ちょっと暑くなってきたのでどこかで休憩したいと思います。トイレでカナブン発見。道のところにジャイアントパンダ、すごい大きい。これがハシビロコウの足型。これがホッキョクグマ。わーすごいな。ケープペンギンの足型、カエデみたいですね。これがカピバラの足型。なんか目みたいですね、黒いところが。ちょっと時間空けたらカバー取れましたね。ラッキー。これが地獄の門ですね。でこの地獄の門の像の中のこの上の方にあるこれですね。これ
が考える人です。あと両端にもアダムとイブの像がありますね。これもオーギュスト・ロダンの作品です。ちょっとおやつタイムです。今日のおやつ、なんかすごい憩いの場になってますね。こっちでね、バドミントンしてる方もいらっしゃるし、マップ発見。最初にこの西郷隆盛像を見て、彰義隊のお墓で、このまま栄光まっすぐ来て、で国立西洋美術館ですね、世界遺産見て休んで、で今あここだ、現在地。こちらこう見ると文化会館とか美術館とか博物館とかたくさん施設が入ってますね。あ、こっち東京都美術館。あ、このね、東京都美術館行きましたよ。3、4年前にね、グスタフ・クリムト展やってて、その時に行きました。こちらが有名な上野動物園ですね。このね、やっぱパンダが有名ですよね。客寄せパンダ。上野の町にこのパンダのモチーフにしたあのデザインがたくさんありましたね。ここが東園で、西園と分かれてるんですよね。こっちが西園で、これがモノレールですね。ちなみにね、このモノレールってね、日本で一番最初に開業したモノレールなんですよ。 あとね、この上野動物園もね、日本で一番古い動物園ですね。あとね、入場者数もね、国内の動物園で一番多いという動物園です。もう上野駅出たらすぐですからね。こう見ると上野公園すごい大きいですね。さすが上野公園の郵便ポストはパンダですね。そしたら次はこっちの池の方に行ってみましょうかね。3つに池分かれてますね。鵜の池と東都池と石の松の池ということですね。そう、こちらにね、旧岩崎で庭園ってありますけど、この三菱財閥 の岩崎家の元邸宅があった場所ですね。ここ今はね、この庭園だけですけど、もともとはこの敷地の3倍くらいの大きさがあったそうですよ。上野公園の下には駐車場があるんですね。駅方面到着しました。すごいハスが伸び伸びですね。池の表面からね、多分2メートルくらいは高さありますね。 あれがハスの種ですね。中にある丸のつぶつぶみたいなのがハスの種ですね。橋の下に黒い鯉がいる。わ、すごい、結構大きいな。すくすくと育ってますね。見渡す限りハスですね。こちらに忍ばずの池と書かれた石碑発見。彼岸花。メガネの碑っていう石碑もありますね。面白い。こちらには年行き碑という石碑もありますね。放浪の画家、日本のゴッホ、長谷川年行きさん。こちらにはフグ供養碑も発見。出墳感謝の塔って書かれてますね。あ、この丸っぽいやつが出墳なのかな。北条塚。そしてこちらには
フリーズ湖、なんかいろいろな変わった石碑があって面白いですね。こちらがボート池、白鳥型のボートと普通のボートとありますね。でも人気なのはこの白鳥型のボートっぽいですね。あ、ここからスカイツリー見えますね。あれスカイツリー、おお、脅かされる。近い鑑真像、ポート池の反対側にありました。上野公園ね、軽く一周してきましたよ。こちらに地図があります。こちらが池ですね。今ここ小腹も減ってきたので、ちょっと軽く何かを食べに行こうと思います。そしたらこちらのミツバチさんで何かをいただこうと思います。こちらのミツバチさんは創業100年の歴史がある甘みどころですね。あとね、小倉アイスの発祥のお店ということです。では行ってみたいと思います。頼んだのがこちらの小倉あんみつです。これが小倉アイスですね。なんかね、期間限定で白玉2個無料でかけサービスでした。こちらが黒蜜ということですね。わー、とろーり、おいしそう。じゃあまずこちらの小倉アイスからいただきます。うん、すごいさっぱりしてる、おいしい。美味しくいただいてきました。エネルギーチャージ完了です。周りも暗くなってきたので、今日はこれで引き上げたいと思います。最後まで登りはチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。またねー。